池袋、西池袋エリアの無人、24時間の無人店、最近結構餃子屋とかも多いけど、結構増えてるけど、タッチスペースにできる。お店を借り、テナント借りてだと固定費、月のテナント代が高いから、高いっていうかかさむから、空きスペースで使ってないところをちょっと借りるぐらいだったら、もう至る所にあるから、そっちの方が持続性ある。一番ネックなのは万引き、万引き問題 で、それを考えると一番親和性が高いのは会員のところ、会員のところが一番親和性高いのは、コンビニとかみたいに誰でも入れるところだと、要は万引きするやつが一定出し、その入れちゃうから、そうじゃなくて、月にそのチョコザップみたいに金払ってるところ、そこが一番その信用性高い。月で、その月の課金高いところほど万引きのリスクも低い。その反比例します。社会的にまともな人がじゃないと、こういう課金、まあ課金するものにもよるけど、まあ、ざっくり比例して金払えるって層だから、もちろんそういう反社的な、反社みたいなやつもいるけど、でもそんな、その月に課金、高い課金してる人は、そんな100円のガムとか盗んだりしないから、期待値の感情で言うと、期待値の感情で言うと、期待値の感情で言うと、万引きするやつっていうのは、要はそういう期待値が低いことをやる、そう、だから学生とか、あと捕まっても平気なやつ、捕まってもこう、まあ、日本とかも海外もそうかもしれないけど、その日本で法に守られている、そう、だから未成年、逆に言うとそこが入れないようなところに設置するのが一番いい。であと、そういうガキが欲しくないような商品、全然いらない、いらないっていうか、タバコとかガムとかそういうのだと、要はあとその換金できるもの、メルカリ、パクってそのにメルカリとかで売れちゃうやつ、これは換金できちゃうから、ガキが万引きしてっていう、そのターゲットになりやすい、換金できない、コンビニもかなり潰れてるけど、まあ、いろいろ最近もいろんな理由、複合的な理由が生じて、一つの要因にはやっぱり万引きが多い。だって全然利益出てないのに万引きされたら、ひとたまりもないでしょ。
それは誰でも入れちゃう。だから、安いから、スーパーとかも安いから、たくさん人入れるようにして、たくさん売り上げ上げないと利益薄いから、そうせざるを得ない。だけど、ある程度その課金しての方が、そういう、損失が減るから、多分。既存のところはしょうがない。だから、万引き G メンを雇うんじゃなくて、万引きが入ってこれないような仕組みにすりゃいい。そう。これ結構でかい、本当に。多分。今、多分昔より、わかんないけど、万引きしてるやつ多いから、そう。万引きして、メルカリとかで売れちゃうから、相当パクってると思うよ、学生。だって、そう。タバコとか、普通にタバコはなんか後ろにあるから、パクれないけど、これ、そう。そんな100円200円のやつ大した金額じゃないかもしれないけど、結構積み重なるって結構だよ。ああ、はいはい。本当に別にそんなんし、でスタッフも金盗んだりしてるから、だからスタッフもいない方がいいね、やっぱり。だから、ホリエモンが言ってた現金だと、だから、もう、ガキとか、海外の実習生が、金パクってるから。なんだっけ、あれ、巣鴨か大塚の駅前にできたマック行ったら、アジア系の、留学生が、席の掃除しだしたの。自分が座ってるところの下の辺をなんか掃除しだして、そう、うぜえなと思ったら、なんかどうやら下になんか100円が落ちてたらしく、そう。で、その100円どうするのかなと思ったら、もう懐に入れてたから、そう、100円結構でかいよ。だから、そういう小銭を、レジから取って、っていう、そう。いや、本当に。そう。だから、万引きと、そういう、現金、自分のポケットに入れちゃうみたいな、のを同時に防げる。無人店の、マジで。だから、正直、そこの辺、もろもろ考えると、ネットで買えるものは、もうネットで買っちゃった方がいい。GR のお店で買うと、そういうのが出るわけでしょ。正直。あれってこと？ここパチンコ潰れ、パチンコ屋さん止めちゃったの。なんかこういうクレーンゲーム屋さんばっかなんじゃない、最近の。だから無人餃子屋がなんかちょっと注目された、無人餃子店ばっかだし、
クレーンゲームがなんか、あやりだしたら、クレーンゲーム屋ばっかできるし、